大津彩香さんがね、はい、なんとですね、はい、森関西人に会ったようですよ。はぁー直にお会いになられたようですよ。そのことを俺も知らんかったけどさ、大津彩香さんって個人 YouTube チャンネル持ってんねんな。へぇー、でも初め昨日配信で初めて教えてもらって初めて知ってさ、うん、ほんで X 見てもそんなこと何も書いてないからさ、うん、なんやろな思ったら YouTube で言ってますよって言ってから、そんなんあるんやと思って、民族党以外にあるんやと思って、うんうん、一応6000人ぐらいいるみたいだけど、登録者数、まあそらな支持者だけじゃなくなアンチも一応見るやろからな、6000人ぐらいにはなるわな、うん、と思って、でそれで言ってたんやけど、そのね、うん、YouTube の動画をそのまんまやると著作権がどうのとかうるさいそうやから使えないので、刑事さん、いつもの刑事さんがまあ、お世話になってます。要約していただいたやつを、はい、ボイスピークさんに呼んでもらったということで聞いてみよう。関西人も私も今破産手続きが確定している状況ではないので、やはりそれぞれの立場を主張せざるを得ないというようなところで動きづらい状況にあるという認識です。要するに、まあ、刑事さんは関西人にシャーして来ましたって言ってんだけど、だから猫がシャーするみたいな感じでしたって言ってんだけど、うんうん、俺が要約するとね、うん、森関西人が、うん、金返せよって言ってるところに、いや返しませんってそういうことだと思います。あのこの間のまとめがそのまんまっていうことですね、うん、そのまんま、まあ、どこで話をしたのか知らないけど、うん、まあまあ、どっかのスタバーなのか何なのか分からへんけどさ、どっかの会議室なんかな、うん、何なのか分からないですけど、うんうん、森関西人も の事務所なのか何なのか分からへんけどさ、うん、そこで行われたやりたり、に対してこうしも、うん、だって返す必要なんてまだ確定してないですよねって、だって破産手続き確定してないですよねって言ってさ、時間稼ぎやん結局昨日のさ、なんか立花陣営が時間稼ぎしてるっていう動画出したやんか、うんうん、でそれお前もやろがっつってそれお前やろがって言ったのに対して、またそのさ支持者の人からさコメントがついててさ、うん、いや時間稼ぎではないですとか言ってたけど、時間稼ぎやんけ結構なめちゃじゃあ時間稼ぎじゃないならさ何なの？なあ、だから確定してへんから何っていう話じゃん、いつか確定するやんな、うん、だからまあ今はだから本気でさ、だから特別抗告出してるわけやんか、うん、最高裁に対して、この破産手続きは無効ですっていう、こう特別抗告を出してるわけやんか、うん、本当に通ると思ってんのかな、思ってんやろな多分な、思ってるんですよ。いや別にどうせ特別抗告が通って、この破産手続きは無効になりますんで、関西人に今もおっしゃられても、うん、別にそんなどうせ従わなくてよくなるんだから従いませんよってことを言ってんだろうな多分な。いやだから森関西人 にしてみたら、そういうわけにはいかへんない。お前らが特別抗告してるから言うて、この破産手続きを止めるわけにはいかんのやって言ってるんやろな多分な、そういうようなことをさ、おそらく。なのにいや別にだから私たちの特別抗告どうせ通りますから、それで破産なんてなしになりますから今やっても無駄じゃないですかって、そういうこと言ってんやろな、すげえな。うわ、まあ、大きく間違ってないと思うんだけどさそういうこと言ってんやと思うで。うでさ、そのさ支持者もさ、いつも書いてくれてる支持、大津さん支持者なんやけど八角部屋の動画も面白くて見てるっていう人もさ、もうまたなんか書いてくるんやろうけどさ、だから要するにゴールとして破産無効の申し立て、だから特別抗告が、破産申し立てに対する特別抗告が通るという前提で動いてんやなと思って大津さん自身もその支持者たちもで、片やさ、まあ俺ら、うん、まあ言ったら NHK 党支持者とかさ、まあ俺らは NHK 党支持ってこともないんだけど、うん、まあ一応反大津側の立場を取ってるわけやんか今のところ。あやひも連だしね、まあ、あやひも連やからあやひも連はさまあ反大津の立場を取ってるわけやんか、うんうん、でそれで特別抗告なんて棄却されるよっていう前提で動いてるから、そら話噛み合わへんよね、うん、でかすぐさ大津さんはさ、関西人との齟齬がありましたのでとか言うんだけど、うん、そりゃ齟齬起こるよね、
だって前提が違うんやもん。だって。いや関西人はまあどういう考えのもとに仕事するのか分からないけど、おそらく別に特別広告を、うん、なあ申請してようが何だろうが、うん、別に わしは今の仕事をやるだけやみたいなさ感じで、もう わしはもう破産手続きをやるって行うっていう前提で、ね、裁判所から依頼されてやるんやから、もうわしは何が何でもそのお前らの状況が何であろうが、わしはこれをやるっていう風に動いてるっていうのに、大津さんがさ、いやどうせこんなことやっても無駄じゃないですかっていうさ前提で動いてから、そら噛み合わんわな。そらそごだらけやわな。ちょっと待ってしょ。どうしたんや。関西にわしな。わしやだから。なんでそれ関西弁だと大体わしや、僕とか、まあ僕とか言う場合もあるけど、このキャラクターやったらわしやろ、その一人称。わしは裁判所から頼まれて、この破産手続きを進めなあかんのやっていう感じでやってんのにさ。いやどうせ無駄になるんだから、そんなやっても無駄じゃないですかという態度で来られたら、それはどうしようもないわな。あ、そうですよね。大変やな、森関西に。金返して言うとんねんつうな。それを言われて、きっと、はっって言われるんでしょ。なんて、なんでそんな必要な、どうせ特別広告が通って、もう必要なくなるんで、もうこんなやり取り自体が無駄じゃないですかみたいなこと言ってんやろな、多分な。から始まって、はあ、でもな何言ってんだこの人みたいな、はあ、ええまさかのそっち側からのお前は何を言ってるんだ、 んだそう、 もうこのやり取りしてること自体が不快なんですとか言ったりして、もうあれよ、斉藤さんとのズーム会談の再現よ。うわ鬱陶しい。こっちも完全に想像で鬱陶しくなってるという。でもそういうことやな、要するにな。まあなんか、まあなあ、そら想像で物言ってるから違う部分もあるやろうけど、大きくはそういうことを言ってるとしか思えへんのよね。ああそういうこと言ってんにはすごいよね。マジでさ、大物なんかなと思ってきたわ。まあ刑事さん曰く、はい、まあ大津さんはさ、うん、1個のことを、ちょっとのことがあったらまるでもそれが全てのことのように語るのが得意技やっていうからさ、ね、なんかさ森関西人とのなんかちょっとしたこう食い違いの例を挙げてんねんけど、うんうん、それだけ出してなんかそれが全てのかのようになんかその食い違いは全て解決しましたみたいな雰囲気を出そうとしてんねんけどな、まあ、1分ぐらいのさ、うん、これショート動画やから1分以内なわけやんか、うん、それでやってんねんけど、まあそんなことはないわなと、まあその一例を出してなんか全てなんかそごは解決し、森関西人と話したところ、そごは全てなくなりましたみたいな雰囲気出したけど、実はそごだらけやと思うよ。だって前提が違うやもん。だって大きな前提が違うねん。そんなもん、どうせ特別広告通るから破産なんてなくなりますけど通報と、破産は進むんじゃいで進めるんじゃいっていう方ではな、そら食い違いますわなっていう感じですけど、またいつもの大津支持者の方なんかありましたらコメントに書いてください。以上です。はい。日本で一番嫌われ